はい。ドラマーの倉橋敏之です。えっ、ー、と、本日はですね、えっ、ー、と、皆さん、あの、ストーンキラーとか、バランスエクササイズ、えっ、ー、と、リチュアル、マーチ、ね、この4つ、上手くなりたかったらやってくださいっていうことなんですけど、ストーンキラーね、ストーンキラーも、レベルによってやり方をこう変えてきますよっていう話をしたんですね。で、まあ、変えていくんだけど、じゃあ、 今、どういうふうにやってるかっていうのをね、あのー、映像で見たいとありましたので、あのーそのまあののそま僕もねまだまだなんですけど、一応ね、あのそれを撮ってみたいと思います。僕の場合は今はそうですね、あのー、ほとんどモーラが入ってる感じモーラ、純粋なモーラではないですけど、まあ、純粋なモーラに近い感じですね、こんな感じですね。 ね、ちょっと指でちょっと補強している感じですね。えー、と最初の頃はねこういうような、一回一回こうやってるような、あるいは指で一回一回こう叩いてるようなことになると思うんですね。まあ、こっちもね、あるいは親指で、ね、こういう感じになると思います。でその時の,その練習の時にこの今 が出てるのはストーーンキラーです4、8、12、16とやっていくんですけど、これ、あのー、この場合は4つずつで区切ってください,という。区切るというよりか4、4つをここで数えてください。もしあれだったらね、こんなような感じで、ね、こっちも、ね、こんな感じで。 で、一発一発やらないで、四つ一組っていうのを、あのー、思いましょうということなんです。それが大事なところなんですね。大事なポイントなんですね。で、ここの動きなんですけど、やってる、この練習をしてるうちにね、無理なくこう動かせるように、そういうのが見つかってくると思うんですね。それを見つけてくださいということなんですね。で、僕の場合はもうこういうふうに、もう動くのが大前提でこうやってますけど、ね。まそれをちょっとね、えーと。で、 この場合は、ね、テンポは、ね、早ければいいってう問題じゃないんです、あのー。ゆっくりなタンポときれいにできれ,てればあのスピードも上がってきます。なので、ね、逆に言ったら動きとかそういうのを、あのー、ですか練習するときには実にあのゆっくりなものもあの効果的なんですよ。例えばこういう、今僕がやっているこういうのはリバウンドを使っているやつなんですね。 リバウンド多く使ってるんです。リバウンド多く使うものは、ゆっくりで、ゆっくりで、リバウンド数が多いものっていうのは難しくなるんですよ。動きも大きくなりますよね。ちょっと練習パットでなんで、音がちょっとあんまり聞こえてこないかもしれないですけど。ね、なので、そういう練習もすごく大事なんですね。 なのであと音色です、パッドでやってても音色、結構大事です、あのー。あんまり音が出てないかもしれないですけど、聞こえてないかもしれないですけど、例えば、強く叩きすぎても歪んでる感じですよね。で、僕が普通、普段やってるのは、ね、こんなような音です。 そのあ,のあまり力を、ね、こうかけすぎないようにっていうのもあの気をつけてやるといいです。で、このストーンキラー、バランスエクササイズ。バランスエクササイズというのはこの下のやつです。ね、交互にやるやつ、ね。この2つとリチュアル。リチュアル。あとマーチ。これはもう必須なんでねあの、本当に上手くなりたかったらもう逃れられない。逃げられないというような感じでやってください。まあ、今日はそのストーンキラー、ちょっとね。 紹介しますまああのテンポじゃあいくつにしようかな90ぐらいにしますかね九90ぐらいないかなあ出てないかあ練習台だからこれでいいかねこれでで左足入れますハイハットじゃない場合は足踏みで構,構わないです で、この、クリック1個に4つずつ入れるという感覚ですこういう感覚ですね。ね、この動きをこうね、見てね。えー、っと、ちょっともうちょっとこっち、上のカメラね、もうちょっとこっちの方がいいかな。 よいしょ。そうすると、肘の動きがこう見えてくると思うんですね。ね。で、正面のカメラと。あのー、大げさにこうやってる、やつありますよね。<laughs> まあ、いいです。<laughs> じゃあね、ちょっとね、やってみますね。ワン、ツー、スー、四つから。四、あ、四つからね。あ 8いきますね1十六十二 ワンツーシーワンツーシーワンツーシー十六いこうかなワンツーシーフォーワンツーシーフォーワンツーシーフォーワンツーシー ワン、ツー、スリー、フねあの。できるだけリラックスして、ねで、生音を想定して、ね、練習するのがいいと思われます、えーと。だからあんまりでかい音をね、でやったり、力を入れてやったりするのはあんまりよろしくないかと。 思われます、ねえーと。力を加えるのはそんなに難しくはないんですけど、力を抜いていく方が難しいのでね、最初から抜いた形でやると言っても思います。ねまあ、この叩き方も結構いろいろバリエーションがあって、例えばですね、今、布団思いついたのは、あその前にね、今、1234、5678とか、1234、一二三四一二三四とか数えてないですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、大きく数えてますね。これ結構大事ですからね。ね細かく数えないでください。 ね、細かく数えると、数えて言ってる方がこの間に合わなくなってきちゃったら、それで遅くなっちゃっちゃいますから、大きく捉えてあげるということですね。で、そう、今、例えばね、今思いついたのは、例えばこれも段階を経てね、どん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 変わっていったりします。例えば、4発叩く。これは一連の動きで、ほとんど指を使わずに、もうリバウンドだけでやってます。 で、例えば、速くなってくると指も使うんですけど、例えば、プッシュプルーがこう混ざってきたりするんですね。まあ、プッシュプルー、この場合は1ダメと4ダメがプッシュプルーみたいな感じなんですけど、1ダメでこう、あ、叩くわけですよね。プッシュ、で、4ダメでプル、プル、こうやってるようなか形もあるんですけど、その間は、えっ、ー、と、フライングフィンガーみたいにね。こういうふうになってる。 親指指だけじゃなくててしを使ってきますこうこうね回転するでしょこの辺は親指なんだけどこの辺になってくると親指の利きよりも人さし指になってきますよねなので映ってくるんですねなぜこう映すかって言ったらここで肘を上げてこの位置エネルギーで叩いてるわけですこれ5連発ですけどわかりやすいでしょね まあここまで上げないんですけど、ね、で例えば速くなってくるとプッシュの方で2発親指でプッシュでプル人差し指の方でえっ、ー、と2発。 こんなような叩き方のね、あのバリエーションもあります。いろいろあるんですよ。一発一発ね、あの補強してく指でね。これ下さし指で補強しますよね。ね、こういうのもあるし、まあ右手でやると、えっ、ー、と。プッシュの方で二発。プロの方で。二発。 あまりうまくいってないなね、こういうのとかね、えっ、ー、とそういうのもあります。これは俺、僕はそうサンバとかのね、えっ、ー、と,、えー、と刻む時によく使ってたりします。えっ、ー、とライドの時ですね。えっ、ー、とハイハットの時はあのー、純粋なモーラで叩いてることが多いです。そんなにあのスピードが出,出ないですけどね。 ね、あの重くならないようにこんなような感じで叩いてる感じがありますねねあのー、交互でやるようにしてとかもね,ねこう動いてるでしょねこのような感じでやってますね まあ、あのこういうのをいきなりやれって言ってるわけじゃないです。段階を経てやっていきましょうということなんで、一番最初は、えー、とグラッドストーン奏法、ね。一発一発跳ね返ってきたのを、あのー、アップストロークとして指で戻していく、ねで。こっちはちょっとグラッドストーン奏法というよりかはちょっと違ったものになってきますけどね。まあ、グラッドストーン奏法といっても。 いいいかもしれないですけどね、えー、とその次はグラッドストーン奏法ができてその,その中でもこう4つにこう分けていく、ねね、そういうような練習をしていきますでそれができたら今度は、えー、とこの上に書いてあるんですねフライングフィンガー親指をつっかい棒にして中指だけで乗っけてこう 実は、こういうふうにして、乗っけてるだけで、つまんでないんです。こう、押さえてないんです。ね。これを学んでいくと。これを学ぶことによって、こう、握り込まなくていいんだ。握り込むっていうか、あのつままなくていいんだとい。と視点をこうやってね、作らなきゃいけないと思っちゃってるんですけどね。あの、ほとんどの人が。そうじゃなくて、これをやることで、これ、実は握ってないんですよ。つまんでないの。 もう乗っけけてるだけなんですよ、ね、こういうふうにつままなくてもいいんだっていうのが分かるとこう親指とかがこう動かせるようになるんですこう動かせるようになるんです、ね、これは動かせるっていうかつままなくてもいいっていうふうに気づかないとモーラーとかはできないんですね,ねなのでフライングフィンガーあとはリバウンドを、ね、こうコントロールするのすごくいい練習になの これはあの4つとかであのー、区切ることもできるんですが、それ結構難しいので、それは今の段階ではやらなくていい感じですね、こう中級って書いてありますけどね、これはもうあのストーンキラーの方だけで、でまあ、あのー、交互に叩くこともできるんですけど、制御が難しいんですね難しいので、中級あたりではそれはやらなくていい感じです。まあ,あの練練習習ししたたかったら練習しても 問題ないんですけどでフライングフィンガーをできるようになると、あの100は超えてきます。もう自然と100は超えます。ねまあ、そういうことでフライングフィンガーやって、その次にプッシュプルですね。ここに乗っけてるっていうのはフライングフィンガーでやってるので、それを応用していきます。そこでプッシュとプルを、プッシュとプルを使って、こういうふうに連打をしてきます。 こっちもね、プッシュとプルでやっていきます。なので、段階を経てやっていくのが大事です。えっ、ー、と、一つのね、えっ、ー、と、練習方法、まずは最初はグラッドストーンと言いましたけど、それで少なくとも2、3ヶ月はやってください。2、3ヶ月やって、ちゃんとできるようになって、だから目標が95。95でこの、これが全部できるように。ね。 全部できるように。で、これをね、2分ずつ。一項目2分ずつ。で、計これ、上が8つ、下が8つありますね。なので、何分 <laughs> ?8 つ8つ、4つ4つか。4つ4つ8つだから、16分 ?16 分ありますね。16分できるようにしてください。ね。で、 それができてから余裕が持てるようになってからフライングフィンガーの叩き方をちょっとずつ研究してで、これを継続していってください。グラッドストーンで。で、できるようになったらフライングフィンガーでこれをやっていきます。で、上だけね、下下は下のバランスの方はグラッドストーンで構わないです。で、これが余裕で100を超えるようになってで、下はまだ95のままでいいです。95、キープのままで。で,で、それができるようになってから今度は あのプッシュプルを学んでいきましょうププッシュプルは時間かかるのでそんなにすぐすぐできるようになるないので、あのー、時間をかけてゆっくりやってくださいねこれがねみんな結構ね苦手ですよね 何かの動画でこう撮ってますけど、この、ね、2本の指、ね、まずはあのー、こういう風にに、ね、落とす練習っていうのがあるんですけど、その前に、ね、ここにのっけられてるかどうかっていうのが結構ポイントになってきます。ちゃんとここでのっけられてるか、薬指の上に乗っけられてるか、これの確認方法はブラシでやってください。 ここに乗っけられてないと、こう、これピヨンってなってるの分かりますこれができないんですよ。ね。これができるようになってないと、例えば右手のこうオープンな音。ね。これを左手でも出せるかっていうと。こういうことです。ね。これ。これができてれば、 えーと薬指にちゃんと当ててホールドできてると思われますねこれができてないとそのプッシュプルはできないんですねなのでここ乗っける練習まずはブラシでやってみましょうねね。これができてないと上向きのダブルストロークっていうのもできないのであのまずはここに乗っける練習ですね ね、のぶつける練習、第一関節のあたり、僕の場合は爪の生え際あたりですね,ね。そこに当ててるんですね。わかりますかねここですね。ここ。ここね。ここね。ねよ。よ。わかるかなこんなもんかな、ね。ここに当てる。当てる。当てる。 ね、これです。これを練習してみてください。はい。えっ、ー、と今日、今回は、あのー、これですけど、この続きもね、あのー、ありますので、あのー、見てみてください。これはメンバーシップになるわけじゃないんだけど、次のはメンバーシップになるかと思います。ね。あのー、わからないですけどね。ま <laughs> ああの、やってみてください。そう、ストーンキラー、バランスエクササイズ、リチュアル、マーチ、ね。この4つを、あのー、練習してください。 ということでした。はい、今日はここまでです。ありがとうございます。ドラム教室やってます。えっ、ー、と無料体験レッスンなど。説明欄の方にリンク貼っておきます。あともしよかったらチャンネル登録してください。ではまた。